ピンポン。あ、こんにちは。何してんの？これからお昼です。そうなんだ。じゃあ一緒に食べよう。いいですよ。いただきます。あ、お弁当美味しそうだね。自分で作ったの？はい、お母さん忙しいので。えらい。えい、一口もーらい。ちょ、パスタの、ご飯を炊き込むな。ちょっと半分なくなった。食べ過ぎ。一口でかすぎ。あ、ごめんね。あまりにも美味しくて興奮しちゃって。大丈夫、うちのパンあげるから。多すぎ、そんな食べられませんから。小食だな。もう退職だな。もう、はあ、食べた食べた。はい、食後のお茶。ああ、ありがとうございます。はあ、喉乾いていたんで助かった。あれ、急にめまいが。わあ、この薬すごい。こんなに早く効くなんて。ごめんね先生、どうしても君を独り占めしたくて。何を怯えてるの？かわいい。動悸が止まらない。大丈夫、怖くないよ。そういうこと言うやつは大体怖いことしてくるんです。あ、いや、よくわかってるね。でも怖いのもほんの一瞬。ただ緊張されるとこっちも手元が狂っちゃうかもしれないから気をつけて。やめ、すぐ終わらせるから。耳かき、もっとすごいことをしろ。何、耳かきって？普通に言ってくれれば普通にさせるわ。なんで薬盛られてんですか私は。はい、じゃあ右耳見せて。入れるよ。キャッ。なんだろう、いつもより感覚が変な感じ。と、気持ちいい？なんか、ゾクゾクします。よかった。ちゃんと薬効いてる証拠だね。感度上げるやつだから。5000倍に食べようしろ、君は。5000倍って倍率おかしいだろ、死ぬわ。はい、終わり。すごいね、大量だよ。耳くそ。やめて、その報告いらない、やめて。はい、次は左耳ね。よいしょっと。てか、耳、美味しそう。食べちゃおうかな。ちょ、やめ、耳食べない。音がすごい音が。大学の大物に食らいつくときみたいな音がする。でか痛い。食べすぎ、食べすぎ。仕上げに。はい、終わり。あ、ひどい目に遭いました。ごめんね。あ、そうだ、これお土産にもらってもいい？はい、このゆかりちゃんね。大量の耳くそ。だからそれやめて。やめてー。うわ、なんや、びっくりした。夢、なんやねん急に。掃除してますから。耳、毎日掃除してますから。夢の中の設定ですから。